ただいまより林外務大臣の定例会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、今朝私から談話を発出した通り、日本として昨年2月1日のクーデターから1年が経った今、なお事態の改善に向けた動きが見られないことに、この懸念を表明いたします。日本はこの機会に改めてミャンマー国軍に対して暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復について具体的な行動を取るように強く求めます。また国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、暴力によって多くの死者が発生している状況を強く非難をし、この1年間に暴力によって亡くなられた方々に心から哀悼の意を表すとともに、ミャンマーの平和と安定を回復するため、暴力の自制と平和的解決を求めます。日本はミャンマー情勢を改善させるため、ASEAN 議長特使の派遣や、民主化勢力を含むすべての当事者との対話など、ASEAN の5つのコンセンサスが着実に実施されるように、引き続き ASEAN 諸国を含む国際社会と緊密に連携をし、事態の改善に向けて最大限努力をしていきます。厳しい状況が続く中で、ミャンマーの人々への人道支援が喫緊の課題になっております。日本は困難に直面しているミャンマーの人々に寄り添うべく、引き続き人道支援を積極的に実施をしていきます。そのためにも、人道支援が必要な人々に届くことを確保すべく、国軍に対し安全で阻害されない人道アクセスを認めるよう改めて求めます。私からは以上です。それではご質問のある方は挙手をいただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて、社名指名とともにご質問ください。ではどうぞ。安倍さんどうぞ。読売新聞の安倍です。北朝鮮に関してご質問させてください。北朝鮮相次ぐミサイル発射相次いでいますが、今後日米、また日米韓でどう働きかけていくのかという点とですね、加えて先日の発射を受けて政府側が烈度の高いという表現使用されていると思いますけれども、はい、一部では分かりにくいという指摘もあろうかと思いますが、この烈度の高いという表現をした意味や狙いについてお聞かせください。はい、北朝鮮は特に今年に入ってから、かつてない高い頻度で、新たな対応での発射を繰り返しております。こうした中で、今回北朝鮮が IRBM 級弾道ミサイル火星12とみられる弾道ミサイルを発射したことは、一方的に挑発の段階をエスカレートさせるものであり、断じて許されるものではないと考えております。今回のような烈度の高い弾道ミサイル発射を含め、一連の北朝鮮の行動は、日本、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものであります。またこのような弾道ミサイル発射は、関連する安保理決議に違反するものであります。政府として、北京の大使館ルートを通じ、北朝鮮に対して厳重に抗議を行い、強く非難をいたしました。米韓との間では、30日の発射当日に、それぞれの6者会合主席代表者との間で電話協議を実施するなど、緊密に連携をしてきております。今後とも日米間で緊密に連携するとともに、国際社会とも協力しながら、関連する国連安保理決議の完全な履行を進めて、北朝鮮の非核化を目指してまいりたいと思っております。またこの烈度が高いという表現についてですが、この多少繰り返しにもなりますが、特に今年に入ってから、まずかってない高い頻度でですね、また新たな対応での発射を繰り返しております。加えて今回、火星12とみられる IRBM 級の弾道ミサイルを発射するなど、さらに一方的に挑発の段階エスカレートさせておりまして、こうした北朝鮮の動向が日本地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものとなっているということを踏まえて、烈度が高い発射としてこれを強く非難したところでございます。はい、次のご質問どうぞ。はい、ではどうぞ。
新潟日報の遠藤と申します。佐渡の金山について伺います。今日の閣議で推薦書の提出について閣議了解されたかと思いますけれども、改めて韓国側は強制労働させられた場所だとして反発をしてますけれども、どのように対応ちょっと聞き取りにくかった。強制労働させられた場所だとして反発してますけど、どのように対応していくのかということと、政府内にはタスクフォースを設置するということですけれども、このタスクフォースに外務省としてどのように取り組んでいかれるのか、お考えをお願いします。はい、まずタスクフォースですが、今般滝崎副長官補をヘッドとしまして、外務省を含む関係省庁が参加する、世界遺産登録等に向けたタスクフォースを設置することとなりました。人員構成、設置時期等の詳細については内閣官房にお尋ねいただきたいと思いますが、この佐渡の金山の文化遺産としてのですね、素晴らしい価値が評価されますように、冷静かつ丁寧な議論を行って、登録実現に向けて、外務省としても文化庁をはじめ関係省庁と連携して、しっかり取り組んでいきたいと思っております。また韓国との話し合い等についてですが、1月28日、相星中韓日本大使は、先方からの求めに応じて、チェ・ジョンムン韓国外交部第二次官と面会をいたしました。同面会では、先方から佐渡の金山に関する韓国の独自の主張に基づく発言がありまして、相星大使からは、韓国側の独自の主張は受け入れられない旨、申し入れを行っております。佐渡の金山の文化遺産としての素晴らしい価値が評価されるように、韓国側とも冷静かつ丁寧な議論を行っていきたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では、どうぞ。産経新聞の杉本と申します。よろしくお願いします。関連で佐渡の金山で推薦に対してですね、韓国が反発しておりますけれども、日韓関係全体に及ぼす影響をどのように考えていらっしゃるか、お願いいたします。はい、この先ほど申し上げましたように、この大使が先方の求めに応じて面会したときにそういうやり取りがあったということを申し上げたとおりでございます。で、このこれに対してはこの大使からですね、韓国側の独自の主張は受け入れられない旨申し入れたところでございます。この韓国との関係ではですね、誠実に対話を行って、冷静かつ丁寧な議論を行っていきたいと考えております。はい、どうぞ。すみません、端的にお伺いしますけど、これで日韓関係悪化するということはないんでしょうか、あるんでしょうか。はい、我々は、佐渡の金山については、江戸時代に我が国固有の伝統的思考を活用し、大規模かつ長期に継続した稀有な産業遺産として高い、この価値を有しており、これは文化の話だというふうに考えておりますので、この大事な関係である日韓関係に悪影響を及ぼさないようにですね、誠実に対話を行って、冷静かつ丁寧に議論を行っていく必要があると考えております。はい、ではどうぞ。韓国のチャンナライという放送局のキム・ミンジと申します。佐渡金山について続きで、はい、申し上げます。今ちょっと TF チームを通じて、これから TF チームを通じて、タスクフォース、はいはい、これからちょっと韓国と話し合いとか、これからの、はい、内容の、はい、変更とかちょっと要請されることができますか。推薦の内容の変更です。はい、タスクフォースにつきましては先ほど申し上げたとおりでございます。今後はですね、先ほど申し上げたとおり、この佐渡の金山の文化遺産としての素晴らしい価値が評価をされますように、冷静かつ丁寧な議論を行って、この登録実現に向けて、関係省庁とも連携してしっかり取り組んでいきたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では前田さんどうぞ。
共同通信の前田と申します。先ほど佐渡金山の関係でですね、韓国側のその抗議と日本側の説明についてもうちょっと詳しくお願いしたいんですけども、先ほどあの相星大使のあのやり取りというのをご紹介いただいたと思うんですけども、その韓国側の独自の主張というのとですね、まあ、日本側の受け入れられないという主張があると思うんですけども、まあ、それをもうちょっと詳しく、どういったまあ強制労働だったと思うんですけども、はい、お願いします。はい、韓国側の独自の主張ということですが、まあ、例えば、佐渡の金山において、まあ、強制労働が行われたかのような、まあ、韓国側の、この主張はですね、我が国の立場に鑑み受け入れられないと、こういうことでございます。はい、次のご質問どうぞ。野比良さんどうぞ。朝日新聞の野比良です。在日米軍 の、 コロナ感染についてお伺いします。在日米軍が実施していた抗原検査が定量検査でなく定性検査だったことが分かりました。日本としてはその整合的な措置というのを求めてきたと思うんですけれども、うん、こういった米側 の、 措置というのは適切だったかどうか大臣の考えをお聞かせください。はい、これは累次、在日米軍には、申し入れをしてきて、年末からですね、してきたところでございまして、出国前、入国時、また入国後の検査についてですね、この申し入れをし、随時、米軍においては、この対応をしてきていただいたわけでございます。で、今のお話についても、累次、この申し入れ確認を行ってきたところでございますが、米軍からはですね、この国防総省や疾病対策センターですかね、のこの基準、指針に基づいて、抗原定性検査を行っていると、まあ、こういう回答が待ったところでございます。まあ、総理の指示に基づいて、保険、検疫保険に関するこの分科委員会立ち上げることになっておりますので、今後はその場でですね、しっかりとこの協議対応してまいらなければならないと思っております。はい、次の質問どうぞ。では文さんどうぞ。北海道新聞の文です。よろしくお願いします。ウクライナ情勢についてお伺いします。日本外務省として、まあ、日本大使館のご家族の方の帰国を促しているかと思うんですけれども、その他の邦人の退避の状況と含めて、まあ、今どのような状況かというのと、あとは今こう緊張緩和に向けて、まあ、米ロであったり NATO と、ロシアであったりこう、まあ、外交プレス続いているわけですけれども、改めてこう日本政府として、まあ、ロシア側とこう、まあ、緊張緩和に向けて話をしていく考えはあるかどうか、この2点お願いします。はい、まず情勢の認識等でございますが、このウクライナの国境周辺地域では、まあ、ロシア軍の増強等によって緊張が高まっており、予断を許さない状況が続いております。まあ、関係国による外交努力の動きがある一方でですね、今後事態が急変する可能性もあるということでございます。我が国はウクライナの主権および領土一体性、一貫して支持してきておりまして、まあ、先般のですね、日米首脳テレビ会談では、ロシアによるウクライナへの侵攻を抑止するために、共に緊密に取り組むということを確認したところでございます。まあ、引き続き G7 をはじめとする国際社会と連携して適切に対応してまいりたいと思っております。また大使館員および家族の退避状況ということですが、まあ、政府としては在留邦人の安全確保を最優先に取り組んでおりまして、まあ、現在在留邦人に対しては商用便を利用した早期の出国を強く進めております。在ウクライナ日本大使館においては今後の不透明な情勢にも留意しつつ、大使以下の必要な体制を維持しながらですね、こうした業務に集中して当たっております。その上で会員家族及び一部大使館員の出国を進めてきております。引き続き邦人保護に万全を期しつつ、現地の情勢を踏まえて適切に対応していきたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では安治さんどうぞ。Thank you. Azhari Khadun, Panorama News and Arab News Japan. Mr. Hayashi, you met with Minister of UAE, Sheikh Abdullah, online.
last week, and you condemned launching missiles by Houthis on the UAE and on civilian targets in Abu Dhabi specifically. And MOFA Overseas Safety and Security Division said in an update that the UAE, on the UAE, that more attacks by the Houthis can't be ruled out. I would like to know on which basis the foreign ministry made this evaluation, and this because it suggests that the Houthis attacks will continue. And what is your position on that? Thank you. はい、この1月28日でございますが、今お話があったように、UAE のアブダラ外務国際協力大臣と電話会談を行いまして、最近の一連のですね、UAE への攻撃事案を強く非難をするとともに、犠牲者およびご遺族への哀悼の意を表明をさせていただきました。イエメンでは緊張状態が継続をしておりまして、ホーシー派はですね、メディアや SNS を通じて、アラブ首長国連邦に対する攻撃の継続を示唆をしております。現に昨日31日にも、ホーシー派の攻撃が行われております。日本政府としても、中東の平和と安定の維持に強化に向けて、関係国と連携しつつ、引き続き取り組んでいくとともに、UAE の在留邦人の安全確保に万全を期していきたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では、樋口さん、まず。中国新聞の樋口です。先ほどの朝日新聞さんの質問に関連して伺います。米軍の定性検査、抗原検査の件ですけれども、一般的にその定量検査に比べて定性検査の方が精度が低いというふうに言われてまして、日本 の, その水際措置ともですね、整合性が取れてなかったということだと思うんですけど、この前 の, 会見でもあったんですけど、2020年の7月に基本的にその水際対策で共同歩調を取っていこうという合意をしているにもかかわらず、そういう実効性が。機能してなかったということだと思うんですけども、この事態についてその抗議をするとかですね、そういう考えがあるのかどうかというのと、今後改めるように申し入れる考えというのは今林大臣としてはあるんでしょうか。はい、この先ほどお答えしたとおりで、ございますが、この我々としては随時ですね、累次にわたってこの米軍には申し入れ等を行ってきたところでございます。その上でこの抗原検査の種類についてはですね、この確認を求めていたところでございますが、それに対して米軍からお答えがあったということでございますので、この点も含めてですね、新たに設立された検疫保健分科会委員会でこのような点も含めて議論してまいらなければならないと思っております。はい、他にご質問ございますでしょうか。関連で、じゃあどうぞ。現時点でその申し入れるとか改めるように改善を求める考えというのは今の時点ではないということで、よろしいですか。はい、先ほど申し上げましたように、まさにそのためにこの日米合同委員会の下で検疫保健分科委員会、これは厚労省の方も入っていただいて、専門的な見地も含めてですね、やっていただくということですから、ここでしっかり議論をしていくと、こういうことだと思います。はい、他にご質問ございますでしょうか。ではそちらの方どうぞ。ありがとうございます。インターネット報道メディア IWJ の浜本と言います。よろしくお願いします。1月31日のブルームバーグの記事によると、米上院でロシア再生法案で合意が近づいており、ウクライナ侵攻前の発動も視野に入れて強い制裁を課す構えを見せているようです。岸田首相は1月21日テレビ会議でバイデン大統領と取り得るべき強い行動について確認をされていますが、これはロシアが何らかの攻撃をした場合についてです。侵攻の事実もないロシアに対して米国が制裁を課すと決定すれば、日本はそれに追随するのか、またその制裁はどのような理由で正当化されるのか、ご教示ください。よろしくお願いします。はい、
このロシアが侵攻した場合の対応ということでございますが、これは仮定の質問でありですね、お答えすることは差し控えたいと思いますけれども、日本として引き続き G7 をはじめとする国際社会と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。はい、他に質問ございますでしょうか。では会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。